本会の皆様による講演を開催いたしたいと思います。まずお時間の予定なんですが、こんにちは、大船渡の浦浜念仏兼売と申します。飯能飯女の集落でございまして、昔は、伊達藩の時代には、沿岸の北部最北端に近い部分でございます。以前は大船渡市と合併する前は、沖来村という一つの集落でございました。昭和30年代の前半に、山村合併して三陸村というのが誕生するわけなんですが、そこの三陸村時代の中心をなすところが浦浜という地域でございます。農業と漁業というところなんですが、どちらかというと、漁業の出来具合によって、その生活の度合いが決まるというそういう集落でございます。そこに大体、明治はございません、江戸の中期頃から始まったのではないかというふうに推測されております。念仏踊りというタイトルでございますから、非常に仏教との関わりが深い、ものすごく濃い、芸能だと思います。普通の一般民が踊り継いでずっと来たわけなんですけれども、非常に素朴な芸能の一つでございます。今日は、暑い中を皆さんご覧いただくわけなんですけれども、青年部と少年部と2つの班に分かれまして、全部の演目をこの場で、踊らせていただきたい、そう思っております。ただ皆さんのご期待に応えられるように、この天候であり、相手が子供でもございますので、十分な勢いのある踊りを全部披露することができないかもしれませんけれども、暑さにめげず最後まで、迫力のある踊りを披露できるように全員で頑張っていきたいと思いますので、皆さんの最後までのご声援をよろしくお願いしたいと思います。それでは前置きはこれぐらいにいたしまして、早速演技に入っていきたいと思います。最初は日本扇子という踊りです。両手に扇子を、日の丸扇子を持って、やや華やかに踊らせていただきたいと思いますので、まず一通りご覧いただきたいと思います。Thank you.
Thank you.
本扇子という踊りでございましょう。ちょっと一回やろう。はい。踊りはですね、今の踊りはそれほど激しい部類ではございません。ただ、最後が刀を突き立てるという、相手の喉元を目がけていくんですが、ちょっと今最初の踊りであったために、迫力に欠けた面がありましたけれども、そういう踊りです。まだまだ激しい踊りはこれからでございます。で、踊りは、最初の、ぶっ込みと私らは呼んでるんですが、要するに入場する部分、それから円を組んで、踊るわけですが、立って踊ってる時、それから座って踊る時、それから最後はまた激しく踊りまくるという、そういう3つの部分からなっております。で、最初の歌がですね、皆どの踊りも同じ文句で歌っていきます。最初こう円陣を組んで、所定の位置でこうくるくる回りながら踊る、それをハイナムというんですが、歌の文句は何のことはない単純なハイナムアミダブーツ、この言葉だけをずっと長引かせながら 歌ってるということです。ハイナムアミダ、ハイナムアミダ、これを繰り返しで言ってるのがその歌の中身でございます。それから、座ってこう 座ってますよね。座ってやる時の歌が、朝日長者の一人姫、なおば小萩と申すなりという、この歌だけなんです。で、どこの長者の娘なのかよく分かりませんが、気仙地方ではこの朝日長者の一人姫という、名前が小萩というんだそうですが、どういうわけでこの歌が歌われているのかはちょっとその真相がよく、ですがずっと昔からこういう歌い方で歌詞でもって続いてきたものでございます。で、次は、これもまたちょっと本当の日本舞踊に近い踊りになってます。綾踊り、綾だけをこう両手に持って踊るんですが、その円陣を組んで踊る時の場面が非常に柔らかい本当の日本舞踊のスタイルに変わっていきます。まあ、その件をちょっと楽しんでいただきたいと思います。じゃあお願いします。
2つ演目を見ていただきました。日本扇子と綾踊り、なんかこう単調な踊りなんでございますが、やや迫力に欠ける部分があります。この踊りはどうしても呪い踊りで構成されておりますから、早めるわけにはいかないんでですね、これはこういう踊りのスタイルでございます。徐々に後半の方には激しい踊りが加わってきますので、しばらくの間、お待ちいただきたいと思います。それで、どこ行った木下君ちょっと来て、ちょっと踊りの特徴といいますか、説明をしておきたいと思います。皆さん北上の鬼剣舞はもう十分に見たり聞いたりしていると思うんですが、北上と違うところ、この北上は鬼剣舞と言いますね。うちらは浦浜鬼剣舞とは呼ばないですね。浦浜あくまでも念仏剣舞というふうに名前が違うというところ、踊りも若干違いが出てきます。足踏みが違うんです。非常に北上の場合は軽やかにですね、振る舞いがものすごく軽く動きますが、この浦浜の場合はどっちかというとそれとは逆に重い感じがします。足の踏み方が、軍隊の 重いというかですね、この地面をしっかりとこう踏みつける、そういう動作が非常に、濃厚に出ている踊りであります。あとはこの頭のこの毛材、この毛材の切りが非常に細くなります。大振りではなくてもう首がもげるんじゃないかと思うほど後半に振り尽くします。これのも一つの大きな特徴になっております。あとはこの大相撲じゃありませんが、尊重という姿勢があります。後半中踊りの中で必ずこの座る場面が出てまいります。こうしてほとんど上半身だけを動かして、下半身はもう地にしっかりと固定されたような形で踊るわけです。まあ、ここがこの踊りの本番でもあるわけなんですが、あと仕上がって後半の激しい揺さぶりがですね、ほとんどまっすぐこの膝を伸ばすという踊り方はございません。常にこの腰を膝を折ってですね、中腰の状態で大地をよく踏みしめて踊るという、これが一つの鉄則になっております。そういう点を一つ認識していただいて、これからの踊りをご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、今度は子どもたちの演技に入っていきたいと思います。先ほどは日本扇子でしたが、今度は一本扇子という演目になります。あ、15です、10号ですね。すいません、一本扇子は後半の部のようです。いいですか。高校生何人か入ってます。小中学生によります10号という踊りをご覧いただきたいと思います。Thank you.
という15と書いて15と呼んでいる踊りでございます。まあ、踊りの伝えられている演目の中では一番短い踊りになります。次の踊りに行く前にですね、ちょっとまた踊りを説明をいたしたいと思います。林くん、ちょっと来て。実演ですね、先ほどこの浦浜の特徴を話しましたけれども、上手か下手かの見分け方を一つヒントを与えておきます。この膝がよく折れているかどうか、こういう状態ですね。止まった一瞬間がこういう低い姿勢を保てるかどうか。次はこの後ろの鹿と言っているんですが、これがよく蹴られるかどうかということなんです。ただぶら下げているだけではありません。こう足が回転するたんびにこの鹿が蹴られているかどうか、この鈴がよく鳴るかどうかですね。そういうところを一つ中心に眺めてやっていただきたいと思います。もちろんこの頭の材の振りがこうきれいに複雑に絡み合うようにしてこう揺れるかどうかですね。揺れるかどうか、中腰が保てるのか、ジャンプがうまくいっているのか、音楽に合うのか、後ろをよく蹴ってるのか、その辺を決して審査ではありませんけれども、その辺を軸と眺めながら比較をしていただきたいと思います。それでは、前半の最後、なぎなたという踊りをやってみたいと思います。この特徴はなぎなたを持つだけではなくて、一般にのなぎなた踊りっていうのはどこにもあるんですけれども、立ち踊りとかという名称、演目で呼んでるところもあるんですけれども、このぶつけ合うというのが少ないんです。浦浜はこの最後はこの肩なぎなたをぶつけ合ってパンパンという音が響くように、しかもその音が一体となるように、バラバラじゃなくて踊り手10人がスパンとこう合うように、できればいいんですけれども、できたら大きな拍手をお願いしたいと思います。できない場合はいいですから、無理に拍手しないで結構でございます。うまくいったならば拍手をお願いしたいと思います。さあ、それでは、後半最後になります。前半の最後、なぎなたで、締めたいと思います。じゃあお願いいたします。
ありがとうございました、誠に恐れ入りますが、ここで10分ほど休みをいただきたいと思います。後半またお楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございました。Thank you.
まあ、一言挨拶。はい、整列してください。はい、小学校前。皆さん、暑い中を本当に長時間にわたりご声援いただきまして誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。そのまま、皆さん、ぜひ三陸はまだ行ったことがないというお方がありましたなら、ぜひ浦浜県梅を訪ねてきてください。一泊三食付きぐらいで、歓迎したいと思いますから、ぜひ三陸を訪れたいという方、遠慮なく後ほどご連絡をいただきたいと思います。今日は誠にありがとうございました。これをもちまして浦浜県梅の講演を終わりたいと思います。本当にありがとうございました。はい、皆さんはずっと挨拶をして歩いてください。歩いて一周して退場します。はい。